こんにちは。DSFCM Tech School for ジ g Makers を運営しております。中条隆之と申します。今回は2023年11月6日、日本時間11月7日にですね、オープンエージャーが行った最初の開発者向けのイベントの中でですね、すごく今話題になっているもの、GPTS というのがあります。 たくさんのですね、世界を変えてしまうような発表を何個もあったんです。まあ、大体10項目ぐらいあって、まあ、それについてはですね、別な動画で解説してますし、ブログもありますので、もしよければそちらご確認いただきたいんですけど、今回はですね、その中でもめちゃめちゃ話題になっている GPTS、オリジナルのチャット GPT が自分でですね、簡単にできてしまう。そちらについて今回は解説していこうと思います。チャット GPT の質疑応答ですね、 スプレッドシートにある情報をもとにチャット g p t が返答するつまりスプレッドシートをデータベースにチャット g p t を動かすっていうのをですねやっていこうと思いますそういうのをですね簡単に作れるっぽいのでちょっと私も挑戦していこうと思っていますこちらですねあなただけのオリジナルのチャット g p t が作れるということで GPS 作っていこうと思いますで GPS の作り方はですね Create と Configure とこの2つに分かれていましてすごく簡単に作れるっぽいのでちょっと私も実際に 作っていこうと思います、はい。ではですね、まずチャット g p t 開いてください。chat.openai.com ですね。で、無料版の人はですね、実は GPS t 作ることができませんので、このですね、上のチャット g p t 3.5をクリックして、このアップグレード2プラスということであの課金する必要があります。なので、このチャット g p t プラスを押して、このサインアップをしてください。 あちなみにこれ今、ウェイトリストにサインアップってなってますけど、まあ、こなってる人はですね、まあ、ウェイトリストなので、ちょっと待つ必要がありますが、課金する必要があります。ウェイティングリストの状態が終わりますと、このように、プラスプランにアップグレードというボタンが押せるようになっていると思いますので、こちらを押して、月に20ドルですね、課金しましょう。自動的にメールアドレスは入力されてますね。こちら、ログインされているメールアドレスが。 自動的に入力されてますね。ストライプですね。ストライプに関する動画もですね、何個か出してますので、もしよければそういうのもご覧いただけると嬉しいです。それでは早速購入してやっていきましょう。はい。チャット GPT プラスにアップグレードされましたということで。続ける。これで GPT3.5 から GPT4 を選べる状態になっているかなと思います。チェック外すと GPT4 になりますね。 少し GPT3.5 よりは速度は遅いですけど、4の方が圧倒的に精度は良くなっているはずですね。赤ちゃんと大人ぐらい違うと呼ばれているので、まだ GPT4 やったことない方はですね、ぜひやってみると面白いかなと思います。今回はこちらですね、Google Apps Script で GPTS のカスタムアクションズの API を作ってみたということで、このホタルさんのですね、記事をちょっと使って、 GAS をを使っっててて GPTS 作成しいいこうと思っています一応、ホタルさんにメッセージを送ったら、動画作ってもいいよって言われているので、許可を取って配信させていただいております。こちらが API の概要ですね。まず、エンドユーザーが質問をして、GPS t がですね、4桁の数字を探して、それをですね、ガスに渡して、スプレッドシートを読み込み、またガスに戻って、名前を返して、で、最後、 GPS t が答えを出すといった感じですね。なので、まずは、プレッドシートをですね、作成しておきましょうか。というわけで、プレッドシート .new と検索するとですね、新しくプレッドシートが立ち上がりますので、こちらに何か書いていきましょうか。こちらのシートをコピーして、ここに貼り付けて、 文字にしてって打つと文字にしてくれるかな画像を認識してくれますかねこれはスプレッドシートですって言ってくれてますよね。スプレッドシートの日本語を文字に書きを押して解析中ということでこれでもし文字が 起ここしてくれるななら結構色々なところとでで使えそうです、ね、あっエラーになった。うんまだエラーになるかな。もう少し頑張っていってことで言しょうか。やっぱりバードとか使ってるとすごい爆速なのでちょっと GPT-4 を使うとちょっと遅いなーっていうのはありますけどまあこの速さもですね後々改善していくのかなと思います。 ちょっとやっぱりダメですかね。ちょっとまだ日本語が、まだダメかな。日本語でお願いしますあな。なるほど。画像から正確な日本語のテキストを取得することはまだ難しいかもしれないですね。というわけで、頑張って手打ちしましょうか。宮落ち。はい。今頑張って20人の名簿を作りました。 では、これに対して、スプレッドシートの ID を取得しましょうかね。スプレッドシートの ID はですね、URL のこの d スラッシュの後、スラッシュエディットの手前まで、ここが URL ですね。これをですね、使っていこうと思いますと。あ、この記事のサンプルのスプレッドシートは、 コピーして使ってくださいって書いてますね。もしよければこちらからって <laughs> 書いてありましたね。まあいいでしょう。私の使いますね。で、画数を開くので、この上のですね、拡張機能ですね。メニューバーの拡張機能からアップ s ス,スクリプトを開きますとですね、こうスクリプトが出てきます。一応、なんかこの記事上の何かスクリプト入ってるのかなちょっと見てみましょうか。こちら共有リンクはこちらというところのこちらを押すと、あ はい。わざわざ手落ちする必要はなかったですね。これですね。コピーするには、URL のですね、一番後ろのスラッシュエディットを消して、コピーと打っていただければ、コピーされますね。なので、ちょっとコピーしましょうか。コピーを作成ということで。こちらにもしかしたらスクリプト入ってるのかなと思ったので、ちょっと見てみましょうか。この拡張機能というところから、アップするスクリプトですね。 そうすると、何か入ってますか入ってないですね。何も入ってないです。なので、特にこれをコピーする必要はないですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、こちらの、私が今作ったやつを使ってやっていこうと思います。で、ガスの中に、このように、スクリプトを書くので、この do get という関数ですね。 こちらをコピーして使っていこうと思います。これ全部こうコピーしてもいいんですけど、右上にですね、このコピーのマークがあるので、こちらを押すとコピードとなって貼り付けることができますね。はい。貼り付けましたら、この上のですね、保存マーク、フロッピーディスクですね、押していただけると保存が完了しますと。はい。で、DoGet から Get ゲット通信なので、一旦デプロイしないといけないと思いますが、 一応資料見ましょうか。うん、なんか説明書いてますね。まあ、一旦飛ばして、あ、書いてますね。デプロイしてみましょう。というわけで、これデプロイですね。で、新しいデプロイを押していただいて、この上のですね、歯車マークから Web アプリですね。この辺は私の動画で散々やってるので、多分、私の動画見てる方は大丈夫かなと思いますが、こちらのアクセスできるユーザーを全員に するのではないかなはい、してますね。全員にして、デプロイを押してください。そうしますとですね、デプロイを更新していますということで、少し待つと、最初だけですね、もしかしたら権限が聞かれるかなと思いますので、権限を、はい、こちらですね、アクセスを承認ですね。で、メールアドレスを選択していただいて、この右下のバックトゥーセーフティーではなく、左下のですね、アドバンスと を押していただき、こちらですね、GoTo Project を押していただき、この右下ですね、許可というボタンがあると思いますので、許可をしてください。そうしますとですね、デプロイが完了するかなと思います。完了したらですね、この Web アプリの URL が発行されますので、こちらですね、コピーして多分貼り付けると、 あなんかエラーになってますけど、まあ、このような感じで中身が見えますね。ちょっと何かまだ足りてないかもしれないですけど、ちょっと下の方行きましょうか。あ、丁寧に書かれてますね。はい。で、このコピーしたやつを GPTS を作成というところからやっていくという感じですかね。はい。というわけでやっていきましょう。この左側のサイドバーの中のこの探索するというボタンを押していただくと、 いろいろとですね、選べるんですけど、この一番上ですね、こちら、myGPTS のすぐ下ですね、CreateRGPT と書かれてる、こちらですね、クリックして早速使っていきましょう。プラスですね。そうすると、あ、出ましたね。Create と Configure、両方ともありますね。で、これの Configure のところに設定していくんではないでしょうかね。はい、ここですね、Configure の方を開いていただいて、GPTS カスタムアクション API としてますので、名前を、最初のね、 GPTS なので、my first GPT としましょうかね。で、ディスクリプション、説明ですね。ここに、まあ、ガスで作成しましたよと書かれてるので、スプレッドシートと連携とかにしようかな。スプレッドシートとの連携テストとしておきましょうかね。で、解説欄ですね。インストラクションズのところに書けるんですけど、 もうそのままですね、ここに書いているのをこっちに移しました。ユーザーから質問を受けたら、最初の回答時だけ、下記の挨拶文を返してから、番号から氏名を検索してくださいと。で、こちらの Google スプレッドシートから入力された4桁の番号に相当する氏名を回答しますということで、先ほどのスプレッドシートの URL をここに書いていますと。これ全く同じですね。もう一言一句、間違えないように今打ってみました。で、これを使ってですね、 やっていくんですけど、最初のですね、質問。よくチャット GPT、こう4個のですね、ボタンを押すだけで、そのままチャット GPT 使えるようになってると思うんですけど、その文章をこっちにも書くことができますと。ちょっとこれも書いてみましょうか、この4つ。はい、今、勝ちきました。番号1001の苗字と名前を教えてくださいと打つとですね、多分こちらの1001、こちらですね、最後、高森の 出てくるんじゃなないいかなと思いますで、1020のミ字の名前なので、こちら、木村みなみさんの名前が出てくると。1010 10のミ字を押してください。ミ字だけなので、えっ、ー、と、これですね。江頭。江藤かな九郎。ちょっといろいろと漢字間違ってますけど、江藤九郎さんが多分出てくるんですけど、ミ字だけなので、江藤さんが出てくるって感じですかね。はい、1015だったら、名前ですね、今度は。 高い広が出てくるかなと思います。では、アップロードはなしということで、これでもうできますかね。あとは、この歯車のアイコンをクリックして、あ、そっか。せっかく API 発行したのに使ってないので、これを使っていくんですけど、この歯車のアイコンをクリックして、次のカスタムアクションの設定に行くということで、少し下に行くと、 アクションズというところがあるので、こちらですね。新しいアクションを作成。から、こちらですね。歯車マーク。クリックして。オーセンティケーションタイプ。これは多分ないはずなので、キーとかもないですもんね。オー,オースも特にないので、なんで大丈夫かなと思います。セーブ。こちらですかね。インポートフロム URL かな。ここに先ほどのこの Web アプリの URL をコピーして、貼ってみましょうか。 これでインポートをクリックすると、あ、でもいい感じですね。エラーがなってますけど、まあでも、ここをちょっと変えればいいのかな。なんか、ID 指定してっていうのが多分やってないかもしれない。これどっかに入れる必要があるのかもしれないですね。これを、ここですね。17行目。ここにスプレッドシート ID を貼り付ける。これ貼り付けてなかったですね。これ消して、このクォーテーションは残したままですね。このクォーテーションの中に、 先ほどの ID ですね。貼り付ける感じでしょうか。これでもう一回保存をしていただいて、2回目のデプロイの時はですね、デプロイからデプロイを管理を押してもらって、で、この右上のですね、編集マークからバージョンを新バージョンにしていただいて、デプロイすれば URL をですね、変えずにデプロイすることができます。Web アプリコピーして貼り付けますね。よいしょ。インポート。 これでお、まだあれかなエラーになってますね。ちなみに、これ Web アプリコピーして、こっちで見たらどうなりますかね。あ、やっぱりまだエラーになってるかなあ、エラーになってますね。この console.log になんか ID 指定があって、多分 ID を取得してますよね。で、これが、 あるということは、ID を入れればいいんじゃないかな。ちょっともう一回、右上のですね、デプロイからデプロイを管理を押していただくとですね、URL があるので、もう一回これコピーして、ここにですね、貼り付けて、これ、ハテナを押して ID、ID イコール1010とか打ってもらうと、はい、あ、出ましたね。えとじゃない、え頭じゃないあえとであってますね。 えっと、給料出ますね。ラストネームとファーストネームしっかり取れてますね。ってことは、もう一回これ、じゃあコピーして、ここに貼り付けて、アテナ ID ゴール1010 10インポート。あ、出ましたね。ただ、ここに、このようなのを出したいんですけど、 丁寧に書いてますね。隙間は以下のコードをコピペしてくださいと書かれていますので、これですね。こちらをコピーして貼り付ければいいわけですね。ありがとうございます。というわけで、ここに貼り付けちゃいますね。で、貼り付けたら、ここにデプロイした URL のスラッシュマクロ以下のアドレスを設定と書かれてますので、これを消して、はい、ここの部分ですね。 今、青くした、この部分ですね。ここにデプロイした URL のマクロ以下のアドレスというわけで、これをコピーして、一旦、この1行目の上あたりに、この DoGet の上に書きますね。で、これの、このスラッシュマクロ以降ですね。こちらをコピーして、このダブルコーテーションの中で貼り付けるといった感じですね。 さあ、これでできるんじゃないでしょうか。これで、コピーしたので、試してみましょう。お、いいですね。じゃあ、試してみましょうか。これで、なんか、101のミュージックの名前を教えてと、すと、アクションを開始します。デバッグ <laughs>。これは、 常に許可しましまょうデバッグモードになっちゃってますねあ。あでも出ましたね <laughs>。番号1001、遅いあ最後出てる。高森お、おつはい、ちゃんと出ましたね。素晴らしい。では,は、番号1014はあ間違えた。アテナマーク じゃないけど、でも大丈夫だと思います。こちらのデバッグモードは多分本番環境では出ないんじゃないかなと思います。このプレビュー環境だからデバッグされてると思いますけど、あ、出ましたね。小野鉄道ですと。素晴らしいですね。小野鉄道ですか、本当に。1014、あ、小野鉄道ですね。試しに1021とかない番号を送ったらどうなるんでしょうね。10123は みたいな感じで。さあ、これで何て答えるでしょうか。デバッグの中を見てみましょうか。はい。ヘッド通信ですよ。あ、ノーデータファウンド。何もないです。あ、すごい。日本語でデータはありませんでしたと。すごい、別な番号をお尋ねしますか。ここまで聞いてくれるのは、やっぱさすがチャット GPT って感じがしますね。はい。いかがでしょうか。できましたね。 少し応用として、スクレーピングして、コンパスというイベントサイトですね。エンジニアのためのイベントがたくさん開催されているサイトがあって、そちらの順位1位から50位までのものをすべてスクレーピングで取ってこようと思います。まあ、それについてはですね、こちらの Web スクレーピング入門という記事にありますので、後で共有しておきますね。で、これでですね、多分スクリプトを今こう書いたので、これで このパーサーテストですかね。この関数を実行していただければ、多分、朝最初だけ権限が聞かれますね。メールアドレスを選択して、こちらはデプロイした時と同じですね。詳細から無題のプロジェクトに移動で、外部サービスの連携とスプッシュとの連携許可しますかと聞かれますので、許可をしてあげますと。そうすると、あ、もう一回実行した方がいいかな。あ、なんかエラーになってますね。 パーサーが定義されてない。なるほど。ライブラリでパーサーを入れる必要があるので、ちょっと入れましょうかね。パーサーのライブラリの ID はどこにあるかと言いますと、これですかね。これをコピーして、ここに貼り付けて、検索。で、まあ、最新のでいいかなと思います。8で、で、追加。 これで多分パーサーが使えるようになったので、パーサーとして使ってますよね。パーサー、はい。パーサー、これですね。7行目のパーサーが使えるようになりましたので、もう一度実行してみましょう。あ、また権限が聞かれますね。権限を確認してくださいと。詳細から移動ですね。はい。でもデプロイはする必要ないですね。パーサーテストっていう関数をこの三角マークの実行で 実行することができます。そうするとですね、今の順位と、あとタイトルと URL がしっかり取れていますね。はい。今日は12月15日ですね。12月1 2日、2023年12月15日の1位は、このイベントと。Yahoo のメール対策、強化についてみたいな <laughs>、そのイベントがありますね。で、これ開くと、こんな感じで、 今日開催されるやつですね。1時から開催のこのイベント。669人が参加するらしいですすごいですね。はい、で、まあ14位の何位教えてってやると、多分何位か教えてくれると思うので、さっきあの私、シート1でやってたんですよ。この名前のやつ。でその隣にですね、スクレーピングというですね新しいシートを作っておりまして、 こちらに変えなきゃいけないので、URL がちょっと若干ですね、後ろの方が、この GID イコールなんちゃらかんちゃら番号が振られていて、ここだけ変わってしまっているので、もう一度ですね、こちらの URL をですね、コピーしていただいて、チャット GPT のこの MyFirstGPTS の中の、えっ、ー、と、一旦戻りますかね。よいしょ。で、ここですね。 今、GID イコール0となっちゃってるんですけど、ここを1203とかに変えてもらって、これでちょっと聞いてみましょうか。順位、1位のタイトルと URL を教えてと書いてみましょうか。多分もしかしたらプログラムを変えてないので、ちょっとそこもいじる必要があるかもしれないですけど、あ、Bing 検索。これ、Web のあれも入っちゃってるな。これはよくないな。 あ、ちょっとやっぱ全然違うのが出ちゃいましたね。なので、ちょっと一旦、多分下の方に、あ、これですね。キーパビリティーズが、これ Web ブ,ブラウジングが入っちゃってるので、これ消した方がいいですね。あと、イメージ、ダリーとかも別に、今回画像生成とかも特にやらないので、このダリーもチェック外した方がいいですね。ちょっとこれでもう一回さっきの打ちましょうか。まあ、打つ必要なくて、ここに新しく付け加えましょうか。順位1位の タイトルと URL を教えてくださいと。何か一個消しましょうか。番号1015はちょっと消して。これでもう一回聞いてみましょうか。ですよね。ちょっと。うん。まだ変えなきゃ。4桁の番号を入力していただければって書いてある。4桁にする必要があるのかなちょっと変えてみましょうか。 強制的に00001とかにして。あ、でもそうするとダメか。10とかにしようかな、ね。1001にして。これでもう一度実行してみましょうか。これコピーして、さっきと同じ文章を打ってみます。さあ、これで出てくるかな。あ、また許可してって聞かれてるので、常に許可するを押してみます。 さあ、これで通信しましたと書かれてるけど、ID が取れてるだけか。残念ながら見つからないって書いてあるな。うん。スクリプトを、もしかしたらシート位置見てるからじゃないかな。あ、そうですよね。ここ、すみません。18行目。まず、このシート位置を見ちゃってるので、ここはスクレーピングにしないとめですね。 18行目。ここはスクレーピングですかね。はい。多分これでいいんじゃないかな。あとこれ、10行目のこれ4っての、これが4桁の数字かどうかだと思うので、ここをですね、まあ、ん、2?2 にすると、1位とかが取れないので、1とかにしようかな。なので、1位から9位だけが取れる。 ように一旦しますね、まあ、ちょっとここまたやり方あると思うんですけど、一旦すみません。1位から9位までの1桁の数字かどうかのチェックにしますね。なんで4デジットじゃなくてこれアーデジットにしましょうかね。アーデジットだとちょっとなんか意味合いが違ってるかもしれないんで。まあ、1、2、9にしとこうかな。はい。で、これで保存して、もう一回やってみましょうか。 で、スクリプトの中身を変えたので、またですね、右上のデプロイからですね、デプロイを管理でですね、この右上の編集マークからバージョンをですね、新バージョンに変えていただいて、もう一度デプロイをしてくださいと。で、この状態でですね、もう一度この順位1位のタイトルと URL を教えてくださいというのをですね、マイファースト GPT に投げてみましょう。はい。申し訳ありませんが、なんちゃらかんちゃらと言ってますね。 ここも変えないとダメですね。番号から氏名よって書かれてるので、順位からでしょうかな。順位からタイトルと URL を検索してくださいと。で、入力された一桁の番号に対するタイトルと URL を回答しますと。まあ、タイトル情報にしようかな。はい。まあ、これ制約みたいな感じですかね。じゃあ、これで、 もう一回聞いてみましょうか。これで変わるかなちょっと1位じゃなくて2位とか聞いてみましょうか。はい。位のタイトルと URL を教えてください。さあ、帰ってくるかなあ、また許可がかりますので、常に許可を押してみます。お、おー、帰ってきましたね。すごい。みんなの 考えた最強のデータアーキテクチャ、なんちゃらかんちゃら。で、URL こちらです。ということで、URL クリックすると、おー、行けましたね。このページ。明日開催のイベント。624人参加するやつですね。はい。しっかりと取れてますね。本当に2位か見てみますと、あ、はい、2位ですね。みんなの考えた最強の。あ、これ1001にしてるからかな <laughs>。これ1位に戻しておきますね。 ちなみに10位とかやったら多分ダメなのかなちょっとやってみましょうか。これ多分10位とか取れないんじゃないかな ?11 位教えてとかやると多分1桁じゃないから怒られますね。はい。これなんか何とかしたいな。なんか番号だけだったらっていうのでやってほしいので、まあそもそもこのサーチクエリのここがいらない気もしますが、 まあそれか、これ、もう一個、if 分追加しちゃいましょうか。コピーして、ここに、あるいはっていうのを、一個付け加えていただいて、しっかり英語にしていただいてですね。あるいは、この日本線ですね。で、これ1じゃなくて、ここを2にしていただければ、多分、2桁の数字も取れると思いますので、1桁は、2桁ですかね。 で、まあ、これで99まで取れるようにすたので、まあ、1から99としていただいて、まあ、50にしようか。データベースが50までしかないから、まあ、50にしときましょうで。これで保存してもらって、で、もう一回デプロイで、デプロイ管理。さっきもですね、別に番号間違ってても、申し訳ありませんが、その番号はとか出てるので、まあ、大丈夫でしょう。で、これで,ですね、また、デプロイをし直してもらって、はい、これでですね、多分、10位とかも取れるんじゃないかな。例えば、30、 6位のタイトルと URL を教えてくださいと。おデプロイし直してないからかなデプロイさっきしましたよね。あ、ここですね。1桁もしくは2桁。ここでですね、制約の部分でですね、1桁って書いちゃってたからですね。ここに ここを忘れずにですね。まあ、ここをもしかしたらそんなに詳しく書く必要もないかもしれないんですけど、まあ、1桁もしくは2桁の番号に対するタイトル情報を回答しますということで、じゃあもう一回聞いてみましょうか。4位のタイトルと言われるもちろん答えてくれると思います。はい、常に許可。あれ <laughs> 正しい番号を入力してくださいと言っちゃったか。これよく見たらあれですね。ラストって書いてあるけど、ここをですね、タイトルと URL にもしかしたらした方がいいかもしれないですね。これで、この JSON のアウトプットもですね、ここタイトルで、こっちが URL ですかね。これで、もう一回保存して、 デプロイしますね。うん。あとは大丈夫そうですね。はい。じゃあ、デプロイして、もう一度、デプロイを管理から、編集ボタンで、新バージョン、デプロイ。ちょっとこれでもう一回、これ、e、webURL からコピーして、貼り付けて、アテナ、id イコール、ちょっと、なんか取ってみましょうか。 8、id イコール48。そうすると、あ、エラーになっちゃった。まあでも、このエラーが来てるということは、私の言う分が間違ってますね。ここ、あるいはじゃないか。失礼しました。このサーチクエリはいらないですね。今、青くしてるところはもうすでに書かれてるので、いらなくて。で、ここの1と2は、多分これ、カッコしないとダメな気がしますので、ちょっとカッコして、この6行目のサーチクエリですね。こちらをちょっと一旦ですね。 コピーして、ここに強制的に番号を入れちゃいますね。例えば、40とかにして、で、ちょっとサーチクエリの中に何が入ってるか見たいので、バットフォーマットだったとき、つまり、1桁とか2桁のチェックが、作動して、バットフォーマットだったときですね、どんな値が取れるのかっていうのを実行してみますと、はい、あ、やっぱりこっちがまだ動いちゃってますね。これバットじゃないので、 フォーマッート OK になった。これでいいのか。ちょっとじゃあ40じゃなくて4にしたらフォーマッート OK だ。じゃこれを400にしたらあバッドフォーマット。はい。これ、あるいはじゃなくて、かつですね。ここ。もしこっちかこっちどっちかが失敗していたらバッドフォーマットなので、これ、かつですね。失礼しました。 なので、これで大丈夫かなと思いますので、じゃあこれ、コメントをして、ここら辺のコメントアウトを外して、まあこれコンソールトログなんで、この辺は別に大丈夫ですけど、はい、あとこのリターンも消してもらって、はい、これでいいんじゃないかな。というわけで、もう一回ですね、デプロイしますね。多分これで動くと思います。では、編集マークから新バージョンでデプロイですね。 これができるようになったらもう何でもできますよね。まあ、一旦これコピーしましょうか。コピーして、もう一度ですね。ちゃんと取れるかやってみましょうか。アテナで、id イコール、例えば1。あ、1010 10ってやっちゃった。これを1ですね。1にしてもらうと、1が取れるんじゃないかなと思います。取れましたね。はい。で、 例えば、これですね。URL 変わっちゃうので、もう一回これコピーして、こちらに貼り付けて、アテナで、ID イコール、じゃあ、20位、取ってみましょうか。そうすると、20位。あ,あ、取れましたね。第15回。a c r i w e b i n a 20位。はい、取れてますね。OK、そうですね。で、しっかりタイトルにもなっていて、URL にもなってると。 うん。OK ですね。で、一応、ID イコール51とかにすると、何もないですよ、と出ますね。で、一応 ID イコール100とかにすると、エラーが多分、1から50にしてくださいというエラーですね。はい。OK そうですね。できました。では、 これで、まずはですね、4位から取ってみましょうか。順位、第4位のタイトルを教えてくださいと打つと、少し時間がかかりますけど、スクリプトが実装されて、はい、次世代 WebConference 2023。しっかりと、この次世代 WebConference 2023のタイトルだけが取れましたね。はい、素晴らしい。じゃ今度は48位の URL を聞いてみましょうか。タイトルじゃなくて、URL を教えてくださいと。はい、送信。そうすると、少し待つとですね、通信がちょっと遅いのが、まあ、しょうがないですけど。あ、タイトルも親切にちょっと書いちゃってるかな。まあ、でも、URL くれてますね。 48位見てみましょうか。48位は、クーバネイツのイベント。ドゾの、これ、スペル間違ってません、ね。ド <laughs> ゾのクーバネイツイベントが、はい、取れましたね。そうですね。クーバネイツってこっちですよね、スペル。こっちの、なんかタイトルのスペルは間違ってる気もするけど。まあ、いいか。取れましたね。はい、ちょっと、まあ、 URL だけっていうのが難しいですけど、ちょっとじゃあタイトルと URL を教えてくださいということで、他にももう一個聞いてみましょうか。じゃあちょっと、25位の聞いてみましょうか。順位25位のタイトルと URL を教えてくださいということで、ちなみに順位25位は何かと言いますと、こちらですね。今年 NW のアップデートなんかありましたっけというイベントですね。こちらのイベントが出るんじゃないかなと。 ますね、URL、はこちらってすに行くと素晴らしい。いかがでしょうか皆さんもですね、ぜひプログラム変えていろんなスプレッドシートと連携もできると思いますのでやってみてはいかがでしょうかこのスクリーピングのやり方についてはまた別動画で出してますのでもしよければそちら YouTube の概要欄に貼っておきますのでご覧いただけると幸いです。 すいません最後ですね、プライバシーポリシーが空白だと、第三者に公開ができないということなんですけど、そちらだけ気をつけてほしいかなと思いますと。なんで、この人のようにですね、Google サイトなどのですね、無料でホームページが作れるようなやつで、プライバシーポリシーを作って用意するといいかなと思いますね。ちょっとこれ見てみましょうか。これちょっと参考にしながら。 書けばいいんじゃないかなと思いますね。はい、こちらの url も後で。貼っておきます。はい、あとですね。まあ、スプレッドシートのデータを取得するにはですね。ザピアとかですね。使うとプログラムを書かずにね。いろいろとできますので、まあ、ちょっとプログラム書くの難しいなっていう方は、このようなノーコードのツールを使うと、確かに簡単かもしれないですね。まあ、もちろんですね。 この方も書いてますけど、チャット GPT でもうプログラム書いてくれる時代でもあるので、まあ、チャット GPT にプログラム書いてもらって、それをですね、先ほどの画数というところに貼り付けてやってもいいし、まあ、ランダムでですね、返すっていうのも、プログラムの方でですね、できたりもしますので、独自のですね、英単語帳みたいなのを作って、それをランダムに GPT で返してもらうとかも確かにできそうですよね。 で会ってたらもうそれは大丈夫ってことにしてねとか、なんかそういった会話形式の英語の先生ボットみたいなのもできるかもしれないですね。はい。というわけでいかがでしたでしょうか最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。このチャンネルではですね、最新の AI 情報だったり、テクノロジーに関する情報をですね、配信しております。一個の動画だけ見れば、プロトタイプが作れるというのを目指して毎回配信しておりますので、 ぜひです、ね、チャンネル登録や高評価していただけると幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。それでは、チュースホーストは定数で、レッドは変数ですね。お友達登録が完了するとこちらの ID ですね、シート ID 変えていただけると、このような感じでシートが開きます。こんにちはと打つとですね、スプレッドシートにも。 こんにちはといった感じでチャット GBD にですねユーデミーと YouTube の違いは何ですかと聞いてみましょう、はい、帰ってきましたね制約としてですねあなたはこういう LINE チャットボットですと2たす4は6ですと返ってきましたそれに対してさらに8をかけてと48ですと返ってきましたね私のメールアドレスにですねなんとメールが届きました 送られてきましたね。ファンクションコーリングというのを使ってメールを送るというファンクションを呼び出しています。私はですね、中条隆之と申します。l i n e ×チャット t g p g 講座、ぜひご受講ください。こんにちは。中条隆之と申します。 結婚相談所を全部 LINE でできないかなと思って、こういうですね、リーベっていうサービスを作りました。でこのリーベですね、まず、恋人診断。これ、まず男性か女性かを選んでください。私は男性なので、男性、真面目な恋愛を出したり、出会いの機会が少ないという恋愛診断結果っていうのが返ってきます。 何パターンか用意しているので、ぜひですね、恋愛診断だけでもやってみると面白いかなと思ってます。初回オンライン相談にかれるので、でこれ私の Google カレンダーで空いてる日時が取得できていますので、選ぶと自動的にですね、追加されます。まあ、ームに入る前にですね、こう、規約の確認とか登録も済ましていも大丈夫ですし、まあ、初回面談の時にこれやってもいいかなと思ってます。で、これ、規約の確認、一応3つの PDF が届きます。で、最後ですね、ここにスライプ機能をつけています。 で、これでですね、こうクリックすると、画面が立ち上がりまして、で、これ、リフっていうですね、LINE の機能を使ってます。なんで、こう、ログインが使われます。ウェブサイトなんですけど、ログインが必ず使われます。で、これでですね、ユーザーの ID、LINE のユーザー ID が取れるので、このユーザーと紐付けることができる、プランはこんな感じですよって書いてあって、で、こう、ストライプの画面が出てきますので、これ登録してお支払いするって感じですね。支払いが完了すると、まあ、登録完了ってことで、 8万5千人とマッチングできる仕組みに登録完了って感じですねこのチャンネルでは毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています毎週月末の金曜18時にはテーマを一つ決めてライブ配信もしています知識が全くなくなても 動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしていますまた現在は海外に住んでおりますので現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしましたそれから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています TSFCMTechSchool for Change Makers も運営しています詳しくは 概要欄の公式ページをご確認ください最後にチャンネル登録といいねを忘れずにご視聴ありがとうございました